超絶技巧マジシャン岡田トールありがとうございます、ありがとうございます、はい、岡田トール氏でございます。はい、簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。福井県福井市片町で、マジックバーソラを経営しております。改めまして岡田徹氏でございます。先ほども申し上げました、凄腕マジシャンです。やっぱり一番インパクトございますよね。 USJ のハリーポッターのマジック監修しております。あのマジックを監修しております。まあ、それぐらいやっぱりすごい方でして、また、近代マジックの祖と言われております小極祭天一のを祀る天一祭の会長を務めております。また、マジックコンペティション、マジックの競技会の審査員も同時に行っております。まあ、もうマジシャンを評価するマジシャンということでね、とんでもないマジシャンが今皆様の目の前に、これはマジックではないです、本物です、がいらっしゃいます。ちょっと意気込みを一言いただいても。はい、皆さんこんにちは、ありがとうございます。今からですね、僕がいつもやっているマジックとは違うこの、遠くの方まで見やすいマジックをですね、約もう本当短い間ですが約、2時間半ほどさせていただきますんで。長いよ長いよ冗談でございますね、少しだけさせていただきますんで、精一杯今日の、学園長のですね夏祭りを盛り上げたいと思いますんで、どうぞ最後までよろしくお願いします。それでは、はい、じゃあちょっと僕邪魔なんで帰ります。打ち合わせしてたやつあんまり喋れんかったですね。はい、ということでございまして、改めまして、マジックバーソラ、マジシャンの岡田徹と申します。最初は、これを使います。すごいすごい、どんどん言ってね、そういうのね。じゃあ風船使います。まだすごくないですよ。風船でございます。軽いですね。で、使うものがもう一つございます。使うのは、こちらハサミです。ハサミ割るとですね、ね、はい、マイクのケーブルが一緒に出てきました、ありがとうございます。はい、そういうことで、ごめんなさい、すいません。ということで、今からですね、マジックショーを本当に短い間ですけど精一杯させていただきます。マジックを生で見るの初めてという方いらっしゃいますか？あ、結構初めての方多いですね。もう今日はやりやすいです、ありがとうございます。マジックをですね、今から生で見るにあたってですね、3つの約束事がございます。これから生でマジックを見たときに、この3つの約束を守るとマジシャンも気持ちよくマジックがすることができます。簡単ですんでね、聞いてください。そしてできれば守ってください。簡単ですよ、触らない、突っ込まない、見破らないってやりますね。非常に簡単でございます。今日はまあ距離的にですね、触れないんで、まあ、触れないですね。触ると不思議なことが起きない可能性があります。あと突っ込まない、マジシャンというのは怪しい動きしますんで、怪しいって言っちゃいけないですね。ジャケット脱いでとかね。で、一番難しいのが見破らない。で、今日もマジックをさせていただきますが、見破ってしまうかもしれません。その時に言っちゃいけないですよ。見えた、分かった、それ知ってる、それ持ってる、それロフトに売ってたとかね、言わないようにお願いします。だいぶ自分のハードルを下げたところで、最初のマジックをお見せしたいと思います。最初のマジックはですね、
カーフ使います。縞模様の、スカーフでございますね。はいはい、皆さんから見て、これ皆さん、これ縦縞のハンカチでございますね。これがですね、なんと横縞になると、こういうマジックからお見せしたいと思いますよ。横縞になりますよ。瞬き禁止ですよ。いきますねっていうマジックからいきます。何秒ぐらいかかると思いますか？あ、いいですね。2秒、あ、2秒、2秒、3秒、惜しい。1秒になります。1秒で横縞になります。いきますよ。瞬き禁止ですよ。息を吹きかけた瞬間に横縞になります。いきますよ、せーの。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。練習しました。ということでございまして、こんな感じで、もう自分が厳選した、厳選に厳選を重ねたマジックをいくつか持ってきましたので、そのマジックを今から楽しんでいただきたいと思います。本当に前で、生で見ていただきたいと思いますので、興味のある方はもう前の方に来てください。で、前に座っていただいたら、僕が舞台を降りるまでずっとそこに座っててくださいね。よろしくお願いします。じゃあ次はこちら、ロープを使ったマジックをお見せします。結び目を作りました。この結び目ですね、マジシャンはこう振ってあげるだけで消えるんですよ。はい、すごいでしょ。すごいけど地味でしょ。今日一地味なネタでございます。もう一回いきますよ。ちゃんと結んでるとこ見てください。結んでますね。ですがこうすると消えるんですよね。いまいちな反応ですね。もう一回いきます。輪っかがちっちゃいんですかね。これぐらいでいきましょうか。これぐらいで、今度は揺すりますと、ほら輪っかがだんだんなくなるんですね。なくなって、あ、取れて、輪っかで取れます。ありがとうございます。いいお客様たちですね。もうやりやすい。ありがとうございます。ね、地味ですよね。でも地味ね。で、次はですね、はい、大丈夫ですね。あの、マイク少し下げていただいても、はい、ありがとうございます。で、次はですね、この輪っかに紐を通しました。今度これこうすり、ああ、これね、一本のロープに戻るんですよね。ありがとうございます。で、ここに用意した今度は小さい、まあ、短いロープでございますね。こちらのロープ見てください。これぐらい長さ違います。このロープに魔法をかけますね。そうすると見てください、同じ長さになるんですよね。ありがとうございます。もうこのロープ1本でこれだけの完成も初めてでございます。ありがとうございます。やりやすい、やってて楽しいね。で、今度は1本にしました。で、今度は結び目に魔法をかけてあげると、結び目がですね、移動しまして、最後は結び目で取れて終了でございます。ありがとうございます。いや、いい完成だな。素晴らしい、素晴らしいお客様たちでございます。さあ、続きましてはですね、聞こえません？じゃあ少しやっぱりマイク上げてください。ハウリングしない程度にギリギリまでお願いします。声出してますんで、マイクの音量をお願いします。上げてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、もう夏祭り限定ということで、あの、舞台に上がりたい人っています？手伝ってくれる人。意外といないんですね。意外といない。はい、あ、じゃあ君、はい、君上がってきてください。はい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 、じゃあここ立ってください。ではお名前を聞いていいですか？高橋流星。流星くんです。流星くんに拍手をお願いします。流星くんは何で遊びますか？
サッカーとか やっぱりサッカーとかなんかスポーツサッカーね、サッカーサッカーいいでね。僕もねサッカーやってたんだよ。あんまり興味ない僕の話あんまない。そんなことない。僕もねサッカーやってたの、うん、全国大会行ったよ。1回戦で負けたよね。さあそういうことで、それでは流星くんにはですね、僕が小学生の頃に遊んでたおもちゃを使ってマジックをお見せします。これ何か知ってますか？知らない、知らない、知らない、知らない人います？結構知らないですね。そう、あのこれルービックキューブと言いまして、バラバラなルービックキューブ、まあ、色がバラバラなんですけど、これ色を揃えるっておもちゃです。知ってますよね？知ってますね。大好き。あ、いいね。で、リュウセ君お願いします。これルービックキューブこうやって回ると色がバラバラになりますんで、もう好きなように色を回してもらっていいですか？はい、回して回して回して、どんどん回して、飽きるまで回して。飽きた？はい、 OK です。今これ流星くんにルービックキューブ回していただきました。これをですね一瞬で全面揃えるというマジックをお見せします。いきます、いくよ。中入れます。ワン、ツー、スリーってやるとほらね、すごいでしょ。え、こっちですか？何も持ってない、持ってない。あ、すいません。2つあるとできるね。はい、流星くんこれ持ってください。2つ持ってください。種バレました？種バレました？これ持ってて、まあ、揃ってるのがあるとねできるんですよ。はい、で、まあ、ルービックキューブのマジックは終わりでございます。冗談です、冗談です。ちゃんと揃えます。これ揃えたとこ見せるね。ルービックキューブを揃えます。これ持ってください。これ1個しかないですね。で、リュウセイ君これ かけてくれる？この上に。はい、かけてくれました。で、持っててください。これ持っててください。これで揃ったらすごくないですか？せーので払ってね。いきますよ、せーの。はい、はー、ありがとうございます。これルービックキューブ揃う魔法をかけたんですね。だから魔法を解くともちろんバラバラの状態に戻ります。振ってやるとこれ戻るんですね、バラバラの状態ね。でもこれスカーフで隠すのは怪しくないですか？なのでこのまんまで揃えますよ。このまんまで揃います。見てってね。ありがとうございます。あの魔法って指を鳴らす、おまじないかける、いろんな方法があります。で、振ってみたりですね、あとは投げてみたりするとこれね揃っちゃうんですよ。ありがとうございます。ゆうせいくん、ありがとう。じゃあ先ほど僕が割った風船これあげますね。これ家帰って膨らまして割ってみてください。何か出るかもしれません。ゆうせいくん、じゃあ手元か。はいはい、りゅうせいくんでした。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、そんなことでですね、いきなりですがカードマジックをしたいと思います。カードマジックしますね。さっきしてたカードを当てるマジックします。カード引きたい人、ストップって言いたい人、すいません、今日は大人なしでいきますね。すいません、この子供さんに譲ってあげましょう。子供いますね。じゃあ、一番声大きかった君、いい？そこでいいよ、そこで座っててね。今こちらのカードバラバラでしょ。こう弾いていきますから、好きな時に
ストップって言ってくれる？ストップって言える？まだやってないですよ。いきますよ。ストップって言ってね。ここでいい？じゃあこれを持ってください。で、これ見せたらダメよ。こっち側ね、こっち側見せちゃダメ。この裏、僕に見せないで、これを、あ、いた。皆さんにこれでよく見せてあげてください。あっちの皆さん、皆さんに OK ですか？じゃあそれ見せないようにしてね。で、僕今日1枚カード引いてもらうっていう予定だったので、もう引くカードが分かってるんで、それをですね、画用紙に書いてきました。こちらです。見えないですか？あの箱に入ったトランプ一組の絵なんですよね。で、1枚だけちょっとせせり上がってるの分かりますか？分かる？これが選んでいただいたカードです。選んだカードは赤いカードだよね、知ってるから。赤いね。すいません、ちょっとやり直します。選んだカード黒いカードです。選んだカードは黒、赤？え？赤？赤？赤やった？赤やった。黒ね。黒でいきます今日。はい。で、クローバーとスペードなんですけど、ちょっと会場の皆さんの反応見ます。クローバーとスペード。スペードですね。スペードです。分かってますよ。じゃあ分かる数字。数字何だった？数字は6です。スペードの6です。これスペードの6、1枚だけ出てるの分かりますか？分かるよね。これスペードの6で見事に当たってます。皆さんに今から証拠をお見せしますね。このスペードの6のカード、1枚出てるカードに魔法をかけるんですよ。そうするとちょっと絵が動いたの分かりますか？ちょっと出たですね。ちょっと出たですね。こうするとほらね、隠しません。もう出るとこ見せましょうか。魔法をかけてあげると、こうやってね、そうです。皆さん気になってます、この裏側はね。裏側怪しいでしょ。裏側ほら、1枚の絵でございました。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうね。じゃあこれ持って帰ってね。持って帰って。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では、今からですね、今日の一番メインイベント、イリュージョンをお見せしたいと思います。イリュージョン、知ってる人いますか？はい。やりたい人いますか？あ、じゃあ君、よみおいで。青い、スカートの子お願いします。はい、じゃあここ手を、あ、すごい上手。じゃあ、はい、お名前聞いていいですか？高橋いろはです。いろはちゃんです。よろしくお願いします。いろはちゃんはですね、今日買ってもらうのはこちらの食パンです。いろはちゃん、食パン好きですか？いろはちゃんにお願いしたいのがですね、これ食パンも出してくれる？で、皆さんに食パンを見せてあげてください。皆さん今いろはちゃんが食パンを持っています。大丈夫ですね。それでは、これ開けますから、いろはちゃんこれ持って、で、どれでもいいから好きな食パン1枚出してください。はい、ありがとう。じゃあ選んでいただいた食パンをみんなに見せてあげて。両手で持って、はい、これよく見せて、みんなに見せて覚えてもらってください。
覚えました？若干違うもん。皆さん、いろはちゃんが好きな食パンを持って1枚持って皆さんに見せています。大丈夫ですね。じゃあいろはちゃんお願いします。この食パンを半分に折ってください。折り曲げるの、折り曲げる。お、上手、上手です。 OK です。はい、じゃあいろはちゃんが選んだ食パン、皆さんこちらです。折れました。今いろはちゃんが折ってくれました。で、これを袋の中に入れますから、これいろはちゃん、これね、持っててください。確認するとあるよね、食パン。で、使うのがですね、いろはちゃん、食パンに塗るもの知ってる？一つはバターです。バターですね。バターです。で、もう一つが、赤い方は何だと思いますか？そう、ジャムなんです。ジャム。ジャムとバターありますね。これ、中身が入れ替わるマジックします。これがイリュージョンと言います。入れ替わるよ。いきますよ。こうすると、こっちがね、ジャムになってます。で、こっちはバターになってます。バターになってるね。なってるね。なってるそうです。で、魔法をまたかけると、またね、こっちほら、ジャムに戻る。こっちはバター戻ってます。先ほどの約束覚えてますか？突っ込まないでね。突っ込んじゃダメよ。じゃあもう一回見せます。1回目の入れ替わりの時見せます。これ、いろはちゃんが見たのは最初ジャムですよ。で、中に入れて、これコツンってやるだけで、いろはちゃんが見たのは、こちら、バターになるんですよ。で、もちろん中入ってないですね。で、またコツンってやると、ちゃんとジャムに戻ります。そしてこちらもちゃんとバターに戻ってますね。さあ、いろはちゃん、そこにいてね。じゃあお願いしていいですか？これ1個ずつ持って、で、高く上げて、ジャムとバターを1個ずつ持ってもらいました。よく考えて、よく考えて1個僕に渡してください。 OK です。じゃあ立ってもらっていい？そしたら最後、よく考えて選んでいただいたこちらのジャムといろはちゃんの食パンを今からイリュージョンさせます。じゃあ高く上げようか。高く上げようか。はい、高く上げてね。魔法かけます。ジャム軽くなったよね。軽くなったね。軽くなったって言ってます。食パン重かったよね。重くなったね。食パンも重くなったって言ってます。これどういうことかというと、ジャムの中身が先ほどのいろはちゃんの食パンにイリュージョンしてるんですよ。いろはちゃん、じゃあさっきの食パン中から出してみんなに見せてくれる？食パン出しました。で、袋の中もちろんございません。何もございません。で、それ広げます。広げましょう。そうするとジャムがね、塗られていると。ありがとうございます。じゃあね、じゃあこれ中入れましょう。いろはちゃん、お腹すいた？お腹すいた？すいてないの？持って帰る？持って帰るね。ありがとうございました。ということで、ということでございまして、私のマジックもですね、ついに次がラストでございます。最後のマジックはですね、ごめんなさい、最後のマジックやります。はい、コーラですよ。コーラです。コーラ使います。最後のマジック、ですね、ありましたね。
最後のマジックです。じゃあお客様よろしいですか。どっちか指さしてください。こっち。じゃあこれ差し上げます。空っぽです。じゃあ僕の真似してください。コーラ高く上げて、で空っぽですって見せますね。で指を鳴らしましょう一緒に。ワンツースリー。そうするとコーラちょっと横にして、はい、そうするとお客様の方は何も起きませんが、僕の方だけですね、コーラの缶の形がですね戻ってきてるんですよ。まだそちら戻らないですよね。お客様マジシャンじゃないから戻らないですよ。で僕がマジシャンなんでコーラの缶の形が戻りました。まあでも空っぽなので継ぐことはできません。じゃあこちら見てください。このそぎ口魔法かけます。見えますか。まだ空っぽですよ。魔法かけます。見えますか。一瞬でいきますよ。ワンツーのスリー。そうするとこちら、あ、もう手を下ろしてください。ありがとうございます。でこれですね、こうするとはい、コーラが復活ということでございまして、はい、じゃあ食パンとコーラね、最高のセットでしょ。はい、以上となります。どうもありがとうございました。ありがとうございます。いらないか。いらないね。これ持って帰る。あ、ありがとうございます。これもいらないか。あ、ありがとう。ありがとう。じゃあもらうもらうもらう。じゃあはいはい、すいません、マジシャンの制度の中にアンコールってないんですよ。すいません。ですが今日はですね、じゃあもう一個だけやりたいと思います。じゃあもうあれしますよ、あれしますよ、あれしますよ。もう最後のマジックはもう今日一番すごいやつやりますね。じゃあひろはちゃん戻る。ここにいる、ここにいる。いろはちゃんここにいたいそうなんで、いさせてあげます。じゃあカードを1枚選んでいただいてサインする。じゃあカードをね、帽子のニューヨークヤンキースの君いきますよ。カードこう弾くからストップと言ってみてね。終わるまでに言ってね。もう誰がどれか分からんですよね。じゃあみんなでストップでもいいです。いきましょう。はい、それ違うね、それ違う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 。じゃあ好きなカード1枚、赤いカードを選ぼう。赤いカードの方がいいかな、目立つように。はい、じゃあね、それ当てるマジックじゃないんだよね。と、はい、じゃあ、はい、じゃあそのカードに、あ、じゃあもら、上がってこよう、上がってこよう、上がってこよう。飲んでていいよ。飲む？いらない？いらないか。じゃあね、見せていいから大きくなんか書いて、大きい文字、一文字でいいから、大きい文字、なんでもいい。何でもいいよ。ひらがなでいいよ。こっちね、こっち来ようか。ここが来てようか。はい、ありがとう。ありがとう。はい、皆さん、サインしていただきました。お名前は？野村陽介くん？陽介くん？もうたって書いてあります。全然関係はないんですね。じゃあこれをですね、今から使って最後のマジックをお見せします。カードを真ん中に入れます。好きなところ差し込んでください。
ストップって言って、はい、じゃあここ乗せて、ここ乗せちゃってね、残り重ねます。もう分かんないよね、どこに行ったか。で、今からサインしていただいた1枚だけのカードを真ん中に今入れていただきました。これをですね、さらにこう混ぜて、混ぜてくれる、混ぜれる、混ぜてください。混ぜた、もっと混ぜて、もっと混ぜて、混ぜた、混ぜた。 OK。 そしたら大輔くん、大輔くん、そこ立ってください。じゃ最後はサインの入ったカード、中にこの中入ってます。でこれをですね、今からここに投げます。でサインしたカードが飛んできたなと思ったら、こんな感じで飛んでくるんですね。飛んできたなと思ったら打ってください。野球やったことある？ある？バット持ってる？バット持ってないよね。じゃあこれ、はい、これ、うん、行きましょう。はい、行くよ。見逃しダメよ、見逃しダメね。せーの、はい、ちょっとバット見せてくれる？バットに入ってるの分かる？お茶新品かどうか開けて。お茶は新品だよね。新品だね。お茶新品です。で、これ今からこのパッケージを取りますね。そうすると大輔くんのサインしたカードが中に入っている。マジックでございます。じゃあこれね、はい、サインしたカード、新品のお茶のペットボトルの中に入るマジック、最後お見せいたしました。どうもありがとうございます。大輔くん、これあげる。ありがとうね、うなちゃん。じゃあ降りようか。はい、ありがとう。よし。大輔くん大丈夫か。あ、ありがとう。はい、以上となります。皆さん最後までお付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。はい、はい、はい、じゃあ、はい、あ、はい、ありがとうございます。ありがとう。めっちゃいい子たちや。もうありがとう、ありがとう、ありがとう、あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。いや、皆さん信じられます？いや、言葉がないとはこのこと。本当に実は僕ちょっと、まあ、もちろん見てたんですけど、いやもう理解ができなすぎて車酔いみたいに吐きそうになってましたもん。ずっと、え、もうすごいですね。ありがとうございます。もうそれしか言えないですけど、え、いつ頃からマジックはやられてたんですか？マジックは私新聞記者を28歳までしてまして、でその後、始めまして、13年前ぐらいですね。いや、すごい。13年って、もうちょっと僕からしたら長いのか短いのかわからないんですけども、すごいです、本当に。皆さん、どうぞ盛大な拍手を。本当にすごかった。すごい。どうもありがとうございました。本当にすごかった。
本当にすごかった、本当にすごかったしか言えないぐらいすごかった。